今回も、音楽堂はハイドンを必ずどの指揮者にも取り上げてもらうということになっております。そしてその1回目は、鈴木雅人さんに、振っていただくわけなんですけれども、彼が思い入れが強いということで彼からやらせてほしいと言われたハイドンの、101番のシンフォニー時計、それからめったに聞けない、バッハのチェンバロ協奏曲の弾きぶりというのもこの、公演での一つの、注目ポイントだと思います。ぜひ皆様には楽しんでいただけたらなというふうに思っております。この回は実は指揮者がおりません、というのは、当団のコンサートマスターである、崎谷直人さんが指揮者なしという、形に初めて、取り組みます。彼がとにかく室内楽奏者としてもとても素晴らしい音楽家ですし、彼が持っているそのアイデアだったりそういったものを、あえて指揮者なしで神奈川フィルと一緒に、作り上げていくというところを、ぜひ新しい3年間のスタートで、やりたいと思ったので、今回指揮者なしの公演というふうになりました。僕自身も本当に楽しみにしている公演ですし、その彼の音楽的、力というものを多くのお客様そしてもちろんオーケストラに派生して、行ってもらいたいなというふうに思っております。3回目は僕が、振る公演となっております。メインのハイドンには、驚楽というのを、振らさせていただきます。そして、真ん中にはモーツァルトの、コンチェルタンテ、それを、管楽器の方のコンチェルタンテですね、を神奈川フィルの、誇る首席の管楽器奏者の方たちをソリストに迎えて、させていただきます。とにかく僕はですね、その神奈川フィルの団員がソリストの時の神奈川フィルの雰囲気というものがものすごく、大好きなんですね。それは家族を見守るようであり時には厳しくもあるんですけれども、今回この4人の、ソリストとどういうモーツァルトが、できるのかというのは今から楽しみにしておりますし、またハイドンの驚愕では、皆さんにどういうサプライズができるか、というのを、またニヤニヤしながらいろいろ仕掛けを考えておりますので、お楽しみいただけたらというふうに思っております。